今日の質問です。会社を辞めたくて悩んでいる方へ、今伝えられることを改めてお話ししていただけるとありがたいです。私も転職を実行できたのも津田さんの動画を見て2年勇気をいただいていありがとうございます。転職をされたんですよ。おめでとうございます。ねえー、と今、 会社を辞めたくて悩んでる方、まあ今に限らないんですけども、私2年前ぐらいにそんなメッセージを発信して、まあある意味その動画がこうすごくバズりましてね、やっぱり今会社辞めるかどうかで悩んでる方って少なからずいるんだろうなと2年前から思っていたし、そして今、まさにこのコロナ禍の中でですね、本当に今の会社でいいんだろうかと。 もう今の働き方でいいんだろうかって悩んでる方ますます増えてきてるのかなと思ってるのでえいくつかポイントをお話ししてみたいと思いますまた3つぐらいにまとめてみますね1つ目これまであんなに会社辞めたい人にあんなメッセージしておいて何なんですけど1つ目は無理に辞める必要はない <laughs> ということですよねサラリーマンで居続ける勇気というのも存在します まあ正直、私たち経営者とかね、あの、講演家の人って、まあこうやって YouTube でメッセージとかしていると、自分で言うのもなんですけど、なんかかっこよく見えたりですとか、自分の力の中で自分の思いのままに自分の意思で協力を出して、多くの方になんか元気づける姿って、なんか必要以上に輝いて見えてしまうのかなってとこあるわけなんですよね。ところが、サラリーマンという形で社会をしっかり しっかりと支えてくれれる存在の方もいなければ私たち経営者が輝くこともできないんで、別にサラリーマンの方が経営者をことさらになんか憧れたり、あがめ立てまつる必要も全くないと思ってるんですね。そして、私経営者です。で、創業社長です。なので、自分の意思で、えー、本当に会社作って、まあある意味好き放題。 やれてますよね。だからそれって羨ましいなって思う側面があると思うんですけども、私の母の一番下の弟さんなんかは銀行員だったわけなんですけど、この銀行結構大きな銀行なんですが、最終的にはこの大銀行の中でナンバー2まで行ってしまった人です。専務取締役ですよね。そう。まさにもう、もう一個上は頭取りっていう、それぐらいのポジションまで行ってしまった人なんですけど、はっきり言って、 おじの方がどんだけ難易度高いんだと思ってます。うん。サラリーマンとしてその領域をこう極めていくって、すごいことだなと。どれだけの人間関係でね、こう悩んだり苦しんだり調整したりね、板挟みになったり、上から押さえつけられ、下から煽り立てられ、動機との競争とかね、いろんなこともありながら学歴でバカにされたりとか、そんな中で登っていくって、本当に大変なんだろうなと。 だからある意味、サラリーマンで居続ける勇気、サラリーマンで頑張り続けることって、それはそれでものすごく誇り高く素晴らしいことでもあると思っているし、かつあなたの会社が良い会社であれば、えー、コロナ禍の中でもきちんとみんなで売り上げを上げながら、えー、きちんとね、 お給料を下さるわけなので、私なんか変な話し、自分の事業がこけたら、もう本当にお給料なんか1円ももらえなくなってしまうわけなんで、頑張らざるを得ないし、うちの会社はうちの会社でリスクもあって、商品が津田広明しかない会社なんですね。もううちの会社の商品これなんですよ。そう、燃焼がもう何億あろうが、これしか商品がないので、こいつが倒れるともう全てがチーンって終了するっていう、そんなリスクもある状態がやっぱうちの会社でもあったりするもんね って考えると、サラリーマンの方はきちんとその場その場でご自身の役割を果たしていくことによって得られる安定した収入があるということはすごいメリットでもあるので、それをいきなり捨ててまでこのね、困難の時代の中を飛び込んでいくというのも勇気がいることだと思うので、なんかサラリーマンでいることに劣等感を抱いたり、サラリーマンでいることをなんか悔しく思ったりする必要は全くないとも思ってるんですね。 さっきも言ったように、この経営者がちょっとこうかっこよく見えちゃって、なんか俺なんかサラリーマンだしな、みたいに思っちゃう人は全然ないと思っています。うん。だからこそ、自分自身がまずサラリーマンを続けるなら続けるで、どう輝いていけばいいか。どんな風に信念を持って、しっかりとこの道を歩んでいくか。で、できればですね、ここにいりゃ、給料が安定して入ってくるしっていう、 甘え心が人間を一番スポイル。要はダメにしてしまいますので。なので、ね、その甘え心だけできれば自分で劣しながら、サラリーマンで居続ける誇り、サラリーマン道を歩むというね、そんな誇りをきちんと持って歩むということも全然悪くはない。ってこと、ポイント一つ目ですよね。で、二つ目は、とはいえ、えー、今、本当にコロナ禍の中でいろんな こう売上だったり事業展開だったりが危なくなってきてるって会社も多いですし、今年2021年はその傾向というのがね、ますます進むと思っておりますので、できれば皆さんも副業というものを できるだけちょっと視野を広げながら情報を集めておくってことはすごくいいと思います。副業というのは今ね、二つ漢字がありまして、副会長の副ですよね。これまで言われてきたような、えー、と副業という意味と、あと複数の仕事を全部こなしていくっていう副業。 っていう単語も生まれてきました。まさにね、この副業というか、えー、いろんな役割があって、いろんなとこからキャッシュをね、えー、いただきながら生活を集めていくっていう意味での、生活を確立していくっていう、そういう副業もあれば、まさに自分のメインの仕事をサラリーマンとしてやりながら、ちょっと一本、これでもちゃんとキャッシュを生み出すことができます。例えば、 私で、周りで言うと、えー、プロのコーチやカウンセラーの育成をしておりますので、サラリーマンとして会社に勤めてはいるんだけれども、 コーチカウンセラーとして多くの方のね、クライアントさんを取って、その方たちの人生相談に乗ってセッションをしていくことによって、えー、きちんとキャッシュもいただいてますよという方もいらっしゃいますね。私も実は言うとサラリーマン時代からコーチングの勉強、カウンセリングの勉強ずっとしてましたんで、定期的にあの、セッションをしてですね、そうやってこう副業として家計を支えていたっていう、そんな背景もありますし、あと私で言うとあの、講演家ということでもありましたので、ね、あの、講演家、 そして独立した頃は、講演家として全く食えなかったので、当時は障害者施設で働いたりもしてたんですけれども、障害者施設の休みの日に合わせて、まあ一件、例えば30万円とか50万円ぐらいの、そういう企業研修、講演とかの仕事をいただいたりとかもしておりましたので、えー、自分にどんな副業ができるのかなと。 ね、え、最近の言った IT の需要、もちろんこれからもますますプログラミングですとか伸びていくと思いますし、あとは動画編集とかですね。私みたいなこの YouTube でメッセージを発信していきたいっていう、そういう方は今すごく増えてきているので、ただそういう方たちを動画編集という形でサポートする仕事っていうのは、ますますこの需要も増えてますよね。僕のプロデューサーであるり介もそうやって今、 動画編集の自分の講座なんかを展開して、もうなんか10名あっという間に売り切れたみたいなことね、募集を言ってましたけど、やっぱり今時代のニーズもそうあると思いますので、サラリーマンとして安定した、ある程度安定した収入があるからこそ、この一部をぜひとも自己投資に回していく。自己投資の目的というのは、あくまで副業としてこれでキャッシュを生み出せていけるかどうかという観点で考えていってもすごくいいのかなと思います。これまでは自己投資っていうと、 お金になるかどうか別として、例えばちょっとすごく興味があるんで、なんか占い勉強してみたいわとかね、あのなんかフラワーアレンジメント勉強してみようかとか、茶道やってみようとかとか、そういうのあったと思うんですけど、こんな時代だからこそ、会社を辞めたくて悩んでいる方こそ、キャッシュが安定、ある程度している今だからこそのね、そんな自己投資を始めてみてもいいのかなとも思ってるんですよね。そして三つ目、一、えー、つ目、二つ目を全部ひっくり返しますけど、えー やめてもいいってことです <laughs>。全然やめても構いません。東洋と西洋で仕事を辞めるということに対するね、考え方ってちょっとこう違ったりするんですけど、例えばあの有名なカーネギーさんなんかは、こんな言葉を残している。あなたの天文、要はね、あなたのその天性というか、あなたの素晴らしさを見つけてくれない上司はクソ上司だと。 なので、あなたのもう天文を見つけてくれる上司に出会うまで、転職なんか何回でもしたらいいっていう、そんな言葉も残してるわけなんですね。でも逆に、日本の大思想家である安岡正弘さん、といってあの、平成というね、言語なんかを名付けた人なんですけども、この安岡先生なんかは、えー、男たるもの、やっぱりね、一度その職に就いたならば、どれだけ辛くてもそこを掘り下げていけっていう、 そこを掘り下げていくうちに自分の生きる目的がきっと見つかってくるだろうみたいな、そんな話もされてるわけなんですね。これカーネギーさんと安岡先生、別にどちらも間違ってないし、でも逆に言うとどちらも正しいというわけでもない。どっちも正しいという言い方もできる。まさに決めたあなたの歩んだ道こそが正解になるはずなので、ここで一念発起して、やっぱりやめてみよう。 やっぱりヒロさんみたいになんかこう自分の志を持って人生の目的と使命を持ってそこに向かって熱く歩んでいく人生を歩んでいきたいんだって本気で思うんだったらその一歩も全く間違ってないですしもちろん私もねそんな応援とか支援も何らかこうこれね今年からまたあのコンサル業というかそういったこともどんどん展開していこうかなと思ってるんでその企業支援ですとかねそういったこともこうしながらあのまた仲間もね増やしていきたいと思ってるんでまた応援できることもたくさんあるかなと思う そんなね、えー、3つほどいろんな考え方や選択肢というものはあるものなので、ぜひともね、あのー、少なくとも言えることは、今の自分の狭いちょっとこう視野とか選択肢だけで考えるのではなく、私のこういったこうメッセージをヒントにしながら、ちょっと視野を広げていろんな選択肢を持ちながら、えー、本当に今いる会社でいいんだろうかどうかっていうことを考えていただけるといいのかなと思います。YouTube ご覧いただきまして、いつもありがとうございます。 ヒロのメルマガ、ヒロメールはですね毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報ほっこりする話、感動する話、えー、お届けしてますのでぜひご登録の方お願いしますもちろん無料ですそれでは行ってらっしゃい